はい、続きましては柱谷哲司さん、ね、について、語らせていただきます。で、まあ、柱谷さんに関しましてはね、もうこのドーハの時の本当にキャプテンということで、まあ、その前にね、僕はあの日産時代、ね、マリノスになってからも同じチームメイトとしてあのプレーをさせていただきましたけども、まあもう語られてる通り闘将ですよね。もう本当に戦う将軍、まあ、そのままだなっていうね、感じでした。でもちろんその、マリノス日産時代からそうでしたけども、もう試合に関してはね、もう非常に激しい、情熱をね、持ったプレーヤーでしたね。まあ、本当に大先輩ですけども、ちょっと生意気なことを言わせていただければ、まあ結構ボランチっていうね、ポジションだったりディフェンスをやる、機会が多かったんですけども、本当にこう、ものすごいこう激しい、まあ、汚いプレーというかね、のはいい意味で僕はすごくね、こういうことができるプレイヤーって非常に僕は少なかったと思うんですよね。当時非常に貴重だと思うんですけども、もう相手に嫌だなって思わせたらもう勝ちなんですよね、あそこのポジションって。もう試合を通して、うわこいつ嫌だなって思わせたら勝ちのポジションで、もう常にそう思わせてたんじゃないかなっていう、プレイヤーでしたね。でもあの本当にあのね、ドーハの時のメンバーっていうのは、冒頭でも言いましたように、ものすごくこう個性豊かで悪が強くて、非常にね個性も強かったし、一人一人のね協調アピールも非常に強かったしって、あのチームをキャプテンとしてね、まとめていくっていうのは、あれテッサンしかできなかったんじゃないかなと思うんですね、あのチームの中で言いますと。あのチームで言うと、まあ、テッサン以外でやっぱりキャプテンでっていうとちょっと考えがつかない、非常に気苦労も多かったと思うし、あの大変なねことも多かったと思うし、よくねやっぱりできたなっていう、まあ、あれはテッサンしかできなかったんじゃないかなっていうふうにね、あの非常に思いました。でもちろんそのチーム内だけのことじゃなくて、例えばあのチームがうまくいくために、例えば協会であったりフロントであったり、まあ時には監督やコーチであったりっていうのと、常にこう何ていうのかな、意見交換であったり戦ってくれてたのが、テッサンだったなっていうふうに思いますね。だから非常にそのキャプテンシーっていうね、ものに関してはすごくこう優れてた方だったなというふうに思いますし、でそのテスさんといえば、日産マリノスから、ごめんなさい、日産自動車からねマリノスで一緒になってて、でそこからヴェルディに移籍なさるんですよね。で、まあ、当時やっぱり日産読売っていうのは日本リーグ時代から特に最後の方はもうライバルチームとして日本のサッカーを牽引してた両チームだったし、でね、あのマリノスヴェルディに変わってからもやはりその非常にこうライバル関係というのは強い中で、このやっぱりマリノスからヴェルディ、ヴェルディからマリノスに移籍するっていうのは当時別にタブーではなかったですけども、なかなかちょっと考えられない選択ではあったんですよね。だから大げさに言えば、そのねバルセロナからレアルマドリードに移籍するみたいな、ちょっと大げさに言えばですけど、まあそのぐらいの感じだったんですよ。でもやっぱりそのね、そういう選択をして、彼は移籍というその道を選んでね、あのヴェルディに行って、活躍なされたっていうねことは非常に当時僕も衝撃を受けましたしね、やっぱプロだなと思いましたよね。そういうなんていうのかな、しがらみだったりだとか、そういう、まあ、妥協みたいなことせずにね、やっぱりこう自分のやることをやりたいことというものを貫き通すという意味では非常にねプロフェッショナルなものをね持ってらっしゃった、方でもあるなというふうに、感じておりました。で当時ね、あの日産自動車というチーム、あのマリノスにいた時なんですけども、非常に選手層が厚くて、
もう本当に紅白戦なんかやると、もうすごいんですよ。当時のメンバーっていうのがもう皆さん検索していただいたらわかると思うんですけども、もうどっちがレギュラーかわかんないぐらいもう人材も豊富で、で、これを聞いた話なんですけども、しょっちゅうですね、まあポジション柄、橋谷さんと長谷川健太さんっていうのが結構こう、なんですかね、マッチングすることが多かったらしくて、もうお互いやはりもうプロフェッショナルで妥協を許さない二人ですから、結構こう、紅白戦の中でぶつかることが多かったらしいんですよね。ほんで、もう二人がちょっとこう、喧嘩気味にこう、ぶつかることがあって、そして、コロ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 って転がっていく先が、必ずあの財前さんっていう、僕の先輩だったんですけども、財前さんのところに必ずボールが転がってって、財前さんは両方から削られるっていう、ことがしょっちゅうあったっていう話を、聞いてたんですよね。ですから練習の時からもうやはりその妥協を許さずね、もう味方であろうともう本当に妥協せずに行くとこは行くみたいな厳しさが当時のやっぱり日産自動車の強さでもあったのかなっていうふうにこぼれ話ですけどもね、聞かされたことがあります。まあとにかくプロフェッショナルな選手でしたし、強いキャプテンシーを持った選手、やはりチームをまとめられたのは橋方にさんしかいなかったのかなっていうふうに今思えばですけどもね、痛感させられる出来事でしたね。まあだからいずれね、でテスさんはね、僕が初めて日産自動車に、ね、入った時に、まあ何気ない会話の中でね、ポロッと僕に言ったことがあって、それはいつか俺はその日本代表の監督をやりたいんだっていうことを現役の時からね、実は、まあ、本人を覚えてらっしゃるかどうかわかんないんですけども、僕にねちらっと言ったことがあったんですよ。僕がまだ入団してすぐの頃ですけども、いずれ俺は日本代表のね監督、要は俺が経験してきた、俺にしかその経験してきてないこととかそういったことをね、生かして日本代表の監督をねやりたいんだみたいなことを口にしたのをね、今でもよく覚えております。まあ、いつかね、その夢をね叶えていただける日がね、来たらいいなというふうに私も思っております。